どうも、高さ大喜利クラブです。部長のザギースの高さです。そして、ゲスト、リリカルスクールのミナンさんと、ラブレターズのタメちゃんです。お願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、早速、今回の企画行きましょう。はい。BPM 大喜利はい。ということで、こちらの、まあ、初めての企画なので、どうなのかちょっとわからないんですけれども、うん、BPM、まあ、テンポありますよね。はい。そのリズムに合わせて答えていこうという。だけの企画なんですけれども、まあ、BPM が3つあって、どんどんテンポが上がっていくと、はい。で、ずっとメトロノームの音が鳴るんですけど、はいはいはい、それに合わせて何かこう答えを出していくと。なるほどな、はい、ちょっとどうなるか、初めてなんで分かんないんですけど。はい。みのちゃん、リリスクとかで、はい。そうですね。一応リリスクでラップをしてるんですけど、ね。ラップ、はい。そうね。ただ BPM に合わせて大喜利ができる。やったことないもんね。やったことないですね。そうか、そうか。まあ一応リズム感はある方たちだと思うので。ちょっとこの企画やってみようかなと思ったんですけど。ちょっとここで発揮できるようにね。ちょっとうまいこといけたら。はい、やってみましょう。はい、で、まずは、BPM100 のテンポがこれです。ああ、はい、こんな、うん。ゆっくりめですかね、うんはい。で、これも始まったら、途中で喋るのもこれに合わせて。なるほど、はい、なるほど、これに合わせていきましょう。了解しました。面白い回答を見せつけてやるぜ。OK。それじゃあ、問題、どうぞ。こんなフェスは嫌だ。おお。こんなフェスは嫌だ。はい。はい。こんなフェスは嫌だ。場所がメコン川。ナイス回答。受けてよかった。うん、これちょっとやる。こんなフェスは嫌だ。シーナリンゴの裏に宇多田ヒカルをぶつけてくる。嫌だ。嫌だ。はい。はい。こんなフェスは嫌だ。ステージとステージの間に大きな川が流れてる。はい。こんなフェスは嫌だ。マイクのボリュームが小さい。こんなフェスは嫌だ。アーティストが遠くて全然見えません。はい。こんなフェスは嫌だ。売店がない。こんなフェスは嫌だ。タイムテーブルの組み方が下手。いいね。お題チェンジ。BPM、次の BPM120、どうぞ。あ、うん、結構早い。だいぶ早い。お題をどうぞ。自家風居酒屋、どんな店？自家風自家風自家風居酒屋、どんな店？自家風居酒屋、どんな店？コップの種類がバラバラ。はい。自家風居酒屋、どんな店？何時の便で帰ってきたのか店員が聞いてくる。
自家風居酒屋どんな店？風呂上がりのジジイがたまに横切る。自家風居酒屋どんな店？トイレのドアノブにカバーついてジカフ居酒屋どんな店？久しぶりに行くと店員さんの背中が小さく見える。哀愁回答。哀愁回答。はい。自家風居酒屋どんな店？お会計して店出るときにゴミ捨てを頼まれる。自家風居酒屋どんな店？店出ると猫の毛ついている。自家風居酒屋どんな店？事前に電話しないと本当に何もない。確かに。あ、じゃあラストの BPM は150。こちら早い。うわ、めっちゃ早い。早い早い。お題をどうぞ。走るメルスに1000円どうぞ。走るメルスに1000円どうぞ。セリナンティウスが死ぬぞ。走るメルスに1000円どうぞ。自分を超えていけ。はい、走るメルスに1000円どうぞ。もう少し、あと少し、自分のペースで大丈夫。走るメルスに1000円どうぞ。今アベマでお前の中継やってるぞ。はい、走るメルスに1000円どうぞ。ここで踏ん張れば区間新。はい、走るメルスに1000円どうぞ。妹の結婚式に行ったせいで時間がない。でもそんなの関係ねえ。関係ねえ。もうそうなんだよな。はい、走るメルスに1000円どうぞ。メロスが無事にゴールしたら私手術受けます。あ、はい、走るメルスに1000円どうぞ。キューちゃんじゃないけれど、その小装飾品取ったら早く走れるぞ。終了です。あ、これは最後早かったな。早かったっすね。めっちゃ緊張感あったな。いやー、でも思いのほか楽しかったっすね。楽しいっすね。なんか新たな手法を生み出してました。やたらたっぷりまとって当たり前のことを言うという。あれ面白かったな。フェスの売店がね。乗せられなくならないっすね。乗せられないな、あれ。面白かったな。いやー、しかもなんかミナンさん、はい、裏拍みたいなんで入ってる。そうそうそう。さすがだなと思って。ちょっとやっぱテクニック、プロフェッショナル見ました、ね。確かになんかレコーディングしてる気分になっちゃった。気持ちいいとこで入らないとっていう意識が出ちゃいました。いや、素晴らしかったっすね。すごかったね。いや、これ面白かったっすね。面白いっすね。ただやっぱりもう、うん、本当にそんなの関係ないからずっと流れてたよね。もうこれ出しちゃわないと思って。あ、そうなんだ。あともう、777、777。確かに確かに。
いやいや、これ面白いですね。面白かったですね。またちょっと違うお題で、はい、遅かったらどうなるのかとかも。あー、確かに、はい、逆に倍速で答え、あ、詰め込んでね。ああ、あ、そうか、うん、そういうこともできるんですね。もしくは戦場カメラマンみたいな感じになっちゃう。なっちゃうかもしれない。あ、ちょっとまたやってみたいと思います、はい、ということで、高さ大喜利クラブ、ツイッターアカウントありますのでこちらフォローの方よろしくお願いします。 MPJ のメールアドレスあります。何か意見ご要望とあればこちらまでお願いします。そして7月16日、高さ大喜利クラブ第100回、第200回記念イベント新宿ロフトプラスワンで行いますので、そちらもぜひぜひ、お越しください、はい、ということで第198回高さ大喜利クラブでした。おしまい。さよなら。さよなら。